日本鹿児島県日置市吹上町、今田吹上町今田は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国アタコウリ号今田村、アタコウリ村大技、今田、日置郡遺作町大技、今田、日置郡吹,吹上町大技今田。郵便番号は899-3305。日置市の南部、遺作ク川の下流域に位置している。阿の北から東方にかけては、 吹上町、中原、麻井木の南方には、吹上町、入木、吹上町中の里にそれぞれ接しており、西方には東、品海に面している。西部は、吹上浜の松林となっており、東部に集落がある。また北部には、鹿児島県立吹上高等学校が所在している。今田という地名は、鎌倉時代より見え、薩摩国遺作省のうちの名だなであった。 昭和5年に、伊作省と日置北郷をめぐり、両家と地頭の係争があり、和解の際に作成された伊作省日置北郷両家、雑商寺東大和洋余城に、区内、伊予荘今田三個名とあり、伊作省のうち今田村など三名殿が、地頭に渡されたが、名内の寺田及び神田には支配は及ばない、こととされた。その後も係争が終わらず、文法元年にも、再びは世が行われている。 また、現行4年には、伊作省が、下地中分され、伊作川伊北は、両家法となった。江戸時代には、薩摩国渡公伊作郷のうちであった。村高は、天保郷町及び、群村高辻町では860国余り、三州五地西洋欄では563国余り、伊作名称市最先町では549国余り、 急行給料取調べ庁では491国余りであった。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、遺作号の区域より遺作村が成立し、江戸期の今田村は遺作村の大技、未だとなった。1922年には遺作村が調整施行し遺作町となり、道庁の大技となり、1955年に、 伊作町と長吉村が合併し、吹上町が新設され同町の大技となった。2005年5月1日に、吹上町が、日置郡移住院町、東市木町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である、日置中央合併協議会において、大技名については、字の区域は、現行通りとし、 現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が、未だから、吹上町を未だに解消された。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1984年までは、地域内を鹿児島交通枕崎線が通っており、中原との境界付近に薩摩公駅が所在していた。ありがとうございます。